インスタのアンケートで何個かあったんでね、ファッションを今回題材にアスリートの1週間コーデというものをやってみました。まあ日曜日のこだわりというと、ウエイトジャケットを着るのでタンクトップではなく半袖で素肌の擦れ対策をしています。まあいいように言うとセットアップです。月曜日はオフなのとキッチンカーがあったので日焼け対策で薄い長袖のエアリズムを着ています。こだわりポイントとしては、大きめのサイズのロンティーで首元が広いので抜け感を演出し、セクシーな大人な雰囲気を漂わしております。そして今年新しく買い替えた後ろの折りたたみ自転車ですね。自転車の色に合わせた黒コーデで動きやすさも備えられ、サイクリングデートにぴったりです。火曜日は短パン一丁で電車に乗るのはちょっと気が引けるので、どうせ洗濯するしって感じで寝巻きのステデコパンツの下に短パンを履いて練習場まで基本は向かいます。この撮影の後はジムだったんですけど、フルスクワットした時に思いっきり股が破けて処分しました。水曜日に私服を着る機会があったからこそこの動画をね作成することができました。ピチッとはしないものの体型の良さを見せ、ローファーで大人っぽくっていう感じですね。普段と違って私服は綺麗めが自分の好みでございます。翌日からはまたこれです。こだわりとしてはセットアップにウエイトジャケットを羽織り、流行りのダウンベストのような感じでアクセントをつけています。まあ流行りとか言ってますけどね、最近だとドロップショルダーとかオーバーサイズが続いてるんですけど、スタイル良くて筋肉質で小顔なので着る必要がないですね。金曜日は暑さに負けて肩がえぐれてるタンクトップっていうのは T シャツを重ねて着たりしているんですが諦めました。ただまあサンバイザーをつけてこなれ感を演出してます。この日は試合にキッチンカーを出したんですが、朝忙しかったので手に取ったやつコーデですね。ただその中でも柄と柄を合わせてごちゃごちゃになってるんかなと思いつつも、膝上だけの短パンで足を見せることによって面積が減って抜け感が出るところがいい感じにバランスを作っていると思います。てな感じで1週間コーデしましたが、実際私服だけって言われると3セットないので、俺と3日以上遊んだらその3セットの中のどれかになっていきます。まああんまりおしゃれに興味はないです。